ギタリストの富田です。今日は All the things you are をド変態に弾くということで、コードのことですね。 All the things you are のコード進行を使って、まあ、いろんなコードをこう使ってみてですね、まあ、ちょっとコンテンポラリーなサウンドを作ってみようという回でございます。はい、3つのピックですね。まずはデモ演奏です。わかりやすいようにここでは2分音符で弾いております。2つ目、各コードごとの解説。各コードがどのような機能を持っているかっていうのをそれぞれ画像で説明しております。3つ目、リズムをつけて演奏。これは、まあ、実際にリズムをつけてバッキングをした時にどういうサウンドになるかというのを聞いていただきたいと思ったので、リズムをつけて演奏というのをやってみました。それではまずデモ演奏からいってみたいと思います。かなりコンテンポラリーなサウンドになっているかなと思います。ただ、まあ、実はそこまで難しいことをやっているわけではなくてですね、まあ、ポイントとなるのがまず展開系ですね。それぞれのコードの展開系をたくさん使っているということですね。あと音の積み方に関しては全てドロップ2という積み方になります。このあたりちょっと別の動画で詳しく解説をしているので、もしよければそちらをご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。それでは各コードごとに解説をしていきます。ここまあ画像での解説になるので、見ていってください。
ということで解説は以上になります。今回使っているコードのポイントとして3つ、覚えてもらいたいことがあります。まずメジャーセブンスのコードの時には3度から始まるマイナーセブンスのコードを弾いております。そこでルートポジションを弾いたり第1展開形を弾いたり第2展開形を弾いたりっていうことですね。3度からの、マイナーセブンを弾くことでメジャーセブンのナインスっていうコードになります。2つ目、マイナーセブンスのコードを弾くときは3度から始まるメジャーセブンを弾いております。この時もいろんな展開形を弾いてます。ここでもメジャーセブンを弾くことでマイナーセブンのナインスのコードになります。3つ目、セブンスコードの時は全音下のマイナーセブンフラットファイブというコードを弾いています。これを弾くことでフラットナインス、フラットサーティンス、そして3度、7度といった4つの音のコードを弾くことができます。フラットナインスだけにしたかったらですね、ディミニッシュを弾いてるところもあるんですが、ぜひ覚えてもらいたいのはフラット9とフラット13のテンションと3度と7度を残すことができるマイナー7フラット5ですね。しかもそのコードの全音下のマイナー7フラット5を弾いてみてください。はい、という3つのポイントです。ということで、最後にリズムをつけて演奏ということで、実際にリズムをつけたらどういうサウンドになるかっていうのを聞いてみてください。以上になります。2分音符の時よりはだいぶ普通に聞こえたかなと思うんですが、1つのコードに対してね、2回コード移動しているので、なかなかいろんなボイシングでいろんなコードを弾いているなっていう印象になるかなと思います。やっぱりバッキングの時もね、いろんなコードを弾けた方がいいので、たくさんバリエーションを増やしてみてください。ということで今日はデモ演奏、2分音符によるデモ演奏で、各コードごとの解説、最後にリズムをつけて演奏という3つのトピックでお送りしました。もう一回言っておきますが、展開形について詳しく知りたい方は別の動画で解説しておりますので、そちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っております。また次回もですね、ちょっと2-5のことですとか、もっとちょっとコンテンポラリーなコードですとかっていうことに関して解説の動画をアップしていきたいと思いますので、そちらもぜひチェックの方よろしくお願いいたします。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。